はい、これはですね、働く車コレクションというものにね、あったものの一台で、段ボールを回収する車ですね。で、段ボールを回収して、まあ、リサイクルに出すというね、車です。まあ、それがこの車になるわけですけども、なかなか車これでね、よくできてるなという感じで、段ボールをね、回収しますみたいな感じがね、きちんと再現された、そういうところがね、こういう昔のトヨタの良さというか、面白いところだなというふうなのを、感じさせてくれますね。なかなかそういったところが今にない持ち味で、非常に、気に入っている中の時代ではあるかなといった感じです。どうもありがとうございました。